バシレフス・ゲオルギオス級駆逐艦はイギリスに発注されたギリシャ海軍の駆逐艦の艦級。本級のタイプシップとなったイギリス海軍の G 級駆逐艦。本級はイギリス海軍の G 級駆逐艦をタイプシップに取り、ヤーローシャスティーブンゾー選手で2隻が建造された。本級は第二次世界大戦前にギリシャ海軍が保有する軍艦の中で最新のものであった。 本級は、ギリシャ海軍の要望に合わせて様々な変更が加えられていたが、特に大きな特徴は、ドイツ製の射撃式装置と、手砲、対空砲を搭載していたことである。イギリス海軍の G 級駆逐艦と異なり、手砲には、ドイツ海軍の駆逐艦に採用されていた 12.7cmSK-C34 を採用したほか、 対空兵装もイギリス製 12.7mm4 連装機銃2機に加えて、ドイツ製の3 7 c m s k c 3半自動砲を単装で上煙突艦と後部煙突後方に各2機合計4門を装備した。なお、本級の建造時にはすでに英独関係が緊張していたため、手法はイギリスには送られず、ギリシャへ開港後に別途搭載が行われた。 イギリス海軍の G 級駆逐艦に比べて火力や対空兵装で勝る点があったものの、後にバシリスサ・オルガが連合軍側で活動した際には規格が異なる弾薬の確保に苦労したと伝えられている。一方でバシレフス・ゲオルギオスがドイツ海軍で捕獲運用された際には同じ規格を使っていたため好都合であった。本級の船体形状はクリッパー型艦�種から、 監視官板の還元部のみ高い、単線手狼型船体を採用している。全く傾斜のない監視官板に12.7センチメートル方を棒立ての、ついた単装方がで1.2番手砲を背負い式で2機、上部見張り所に即居技を乗せた箱型環境の両脇には、船橋がつく。環境の背後に、簡素な観客所。その後方の2本の煙突の間には、 関西艇置き場となっており、日本一組のボートダビットを片元二組の計四組により運用される。二番煙突の背後の中央部甲板上に53.3センチメートル四連装魚雷発射管が単焦灯台を境にして直列に2機を配置していた。その後に小型の三脚式の水ズ後ろ向きに3.4番手法が後ろ向きに背負い、 式配置で二機の順である。ありがとうございます。